ンコク、タイのバンコクの、ルンピネ公園来てます。で、なんかちょっとまったりしたいと思ったんでね、ゴザ借りて、30バーツで借りてたんで、30バーツ大体8円くらいなんですけどね。で、今から日光浴して、ちょっと行きましょうかね。子供が遊べるような、そういうね、器具とかもありますし、で、白人さんとか結構いますよ、もう来てください。で、彼らにこれから黒くライン焼きで行きます。まあここ結構ボートもね、借りてボート漕ぐこともできるしね、面白いですよ。のんびりとしたいならルンピニ公園おすすめです。ルンピニ公園、タイのバンコクのルンピニ公園です。すごいですね、この、いや結構焼けました。焼けたみたいな。やばいね。いや、まだ背中焼いてくるから。やばいね。背中焼かないとやばいね。いやー気持ちいいね、このせせらぎね。水があそこの水車みたいになってるからさ、あそこのところがすごいですよ。水の音だね。水の音とさ、この鳥のせせらぎ、鳥がね結構集まってるからね。おお、鳥がすげえ。老若男女大臣大臣問わずねえ、すごいね。美女子を求めて鳥来る。美女子を求めてすごいね。水なんかすごいっすよ。サイクリング、ジョギング、散歩してますよ、これ。恋人がね、なかなかね、落ち着いた雰囲気がなんですよね。東京の中で。ねえ。暴れないね。なかなかいいところですね。なかなかいいところですね。本当に。はい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 。カップルで来るのもいいからね。カップルで来るのいいかもしれないね。やべえなぁ。